ドタブカカーキーナス・オブスクルスは、メジロザメ属に属するサメの一種。全世界の熱帯、団体沿岸の深度400メートル以前に分布し、長距離の回遊を行う。メジロザメ属では、最大で4.2メートル347キログラムに達する。流線型の体、短い糞、長い釜型の胸びれ、背びれ間の流起が特徴。生態は、 頂天捕食者であり、食性は非常に多様である。体制で22から24ヶ月の妊娠期間を経て、3から14匹の死魚を産む。繁殖周期は3年だが、メスはオスの精子を貯めておき、妊娠に適した状況を選ぶことができる。成長は遅く、生成塾まで20年かかる。人に危害を加える可能性があるが、事例は少ない。 繁殖力が低く乱獲に弱いが、フカヒレや、勧誘のために、高値で取引されている。このため IUCN は、保全状況を、絶滅危惧種としている。1818 18年、フランスの博物学者、チャールズ・アレクサンドル・レ・スワーにより、ジャーナルオブザアカデミーオブナチュラルサイエンシズオブフィラデルフィアに記載された。 おそらく北米で捕獲したサメに基づいた記載であるが、タイプ標本は指定されなかった。当時は、スクオリス族とされ、退職にちなんで、オブスクルスという首相名が与えられた。その後カーキーナス族に移された。古い資料では1882年、デビッド・スター・ジョーダンとチャールズ・ヘンリー・ギルバートが、用いた、学名カーカライアズ・レミエラを用いているものがある。 彼らが用いた顎は本種のものだったが、指定したタイプ標本は黒ヘリメジロザメ C ブラキーユーラスのものだった。そのため C レミエラは本種ではなく C ブラキーユーラスのシノニムとされている。歯の化石記録はかなりよく残っている。中シミオの地層ではカリアク島のカンディス層、グランドベー層、エジプトのモーグラ層、ポーク群、おそらくは ベネズエラ北部のセロラクルスから、後期中心によ前期先ニオの地層では、ヨークタウン層、ノースカロライナのプンゴ川、チェサピークワイン周辺から出土する。これらの葉は、現在の本種のものと少し違い、汚れと間違われることがある。ノースカロライナでは2つのヒゲクジラ化石の近くからも、見つかっており、1つは、グースクリークの後期先進よの石灰岩、もう1つは、 甲子カよ、関心よのデーガンから発見されている。1982年、ジャック・ギャリックは、携帯系統解析に基づいた、メジロザメ族の系統を公表した。ここでは、ガラパゴスザメと共にオブスクルスグループの中心に位置づけられており、この群は三角形の歯と、背びれ間の隆起を持つハビレペレスメジロザメメジロザメ、汚れを含む、 これは1988年のレナード・コンポニョによる表形分類学研究、1992年のギャビン・ネイラーによるアロザイム配列研究でも大まかに指示された。ネイラーはさらに、この種はガラパゴスザメ汚れなどの種とともに最も派生的なクレードに位置付けられることを明らかにした。クイーンズランド、シーワールドで展示されるメス。 オーストラリアでは全域で見られる。世界中の熱帯団体海域に不連続に分布する。西大西洋ではマサチューセッツジョージズバンクからバハマキューバブラジル南部。東大西洋では西中部地中海、カナリア諸島、カーボベルデ、セネガルシエラレオーネ。インド洋では南アフリカモザンビークマダガスカル。散発的にアラビア海。 ベンガル湾。西太平洋では、日本、中国、台湾、ベトナム、オーストラリア、ニューカレドニア。東、太平洋では、カリフォルニア半島、レビジャヒヘド諸島に分布する。中央大西洋からの報告は、ガラパゴスザメのものかもしれない。マイクロサテライトとムトドナからは、インドネシアとオーストラリアの個体群が分離している、ことが示された。 波打ち材から大陸方外縁、外洋まで様々な環境に進出し、沿岸性のメジロザメ、外洋性のクロトガリザメ汚れはびれ、当初性のガラパゴスザメツマジロなどと生息域が重なる。メキシコ湾北部での追跡調査では、ほとんどの時間は、震度10から80メートルだが、時折200メートル一進最大で400メートルまで潜ることが示された。 水温19摂氏28度を好み、川口のような低塩分濃度の場所は避ける。高度回遊性で、生態は、幼体より長距離、最大で 3800km を移動することが、記録されている。アメリカ西、東海岸では、夏季は北方に、冬季は赤道近くの南方に移動する。南アフリカのクワズールナタール州の生育場では、 0.9メートルを超えた個体は、オスは南に、メスは北に移動し、春引く夏には沿岸、秋引く冬には沖合に回遊するようになる。2.2メートルになると、冬には、クワズール・ナタール州、夏には、西ケープ州まで回遊し、2.8メートルを超えた個体は、モザンビーク南部まで回遊する。西部オーストラリアでは、 生態と、若菜は夏引く秋にかけて沿岸に近づくが、死魚のいる生育場には近づかない。胸びれと第一背びれは鎌型。第一背びれは、胸びれ後端から始まる。俗内の最大種の一つで、通常3.2メートル160から180キログラム、最大で4.2メートル347キログラムになる。メスは、オスより大きい。 体は細く流線型で、幅広く丸い糞を持つ。尾光はわずかに全微弁があり、丸い目には窓か膜がある。広角には短く細い溝があり、死別は上下とも左右片方で13から15。上あごばは、幅広い三角形でわずかに傾き、大きく荒い虚子があるが、下あごばは、より細く直立し、細かい虚子がある。5体のエラ列は、 かなり長い。大きな胸びれは、体長の1、5に達し、先細りの鎌型。第一背びれは、胸びれ交代から始まり、やや鎌型をしており先端は尖って肛炎は、大きくへこむ。第二背びれはそれより小さく、尻びれの真上にある。背びれ間には、低い流気がある。尾ひれは大きくて高く、下場はよく発達し上用には、血骨がある。 川場は、ひし形でつ。個々の川場には5本の水平流気がある。背面はブロンズから、青みのかった、灰色、覆面は白。体側に淡い筋が伸びる。ヒレ、特に胸びれメ面と、おヒレ下場は先端ほど、黒くなり、若菜で顕著である。頂点捕食者として、食物連鎖の頂点に位置するため、個体数は分布域を共有する他のサメより少ない。 だが特に養魚は特定の地域では高い密度に達することがある。アガラス海流沖合などで船についてくる生態がよく見られる。ノースカロライナ州のケープフィア川川口沖での調査では平均時速 0.8km で泳ぐと報告された。コバンザメの宿主の一つである。常駐のアンソバトリウムレーシーニアタムデシリンクス。 パシフィカスプラティーボットリウムカースティニーリンコボットリウムエンジョンズテンタキュラリアコーラフォニートリロキューラタムトリロキューラタム単賞類のダーモフェシリアスカーカレニローエモスサルピンライズオビルカノスティボーローブデラマクロテラカイアッシル類のアリービアンエスピーパンデラスクランキピーシニュータスピースミシウミクワ型のプラニザヨウ魚類の海集めなどの寄生生生物が知られる生態に 天敵はいない。幼体は白ワニ、ホホジロザメ、オオメジロザメ、イタチザメなどの餌となる。クワズールナタールでは、サメ防御網により、大型捕食者が減ったことで、飼魚の生存率が上昇した。だが、若菜は小魚を捕食するため、地域生態系の生物多様性に悪影響をもたらすかもしれない。北西大西洋では、オキスズキを餌とする。 海底での狩りを好むが、基本的にジェネラリストであり、あらゆる場所で餌を探す。大型個体は1回の着底で、体重の1、10以上の餌を食べることもある。2メートルの個体を用いて、歯の先端の2平方ミリメートルで計測した結果、顎の力は60キログラムと測定された。歯の先端で測定したとはいえ、 これは測定されたサメの顎の力の中で最大のものである。インド洋では若いサメが餌に密に群がることが観察されている。遊泳魚ではアンチョビサバカジキアジダツツバメコのシロタチウオミズオハダカイワシ。低生魚ではボラタイカ、ニベコチウナギエソアシロホウボウカレー。イソウオではカマスヒメジマンジュウダイハタカサゴハリセンボン。 軟骨魚類ではツノザメ、ノコギリザメ、カスザメ、トラザメ、オナガザメ、ホシザメ、小型のメジロザメ、ノコギリエ、サカタザメ、ガンギエヤカエ、ツバクロエ。無脊椎動物では、トウソク類、十脚目、フジツボヒトデなどを捕食することが確認されている。非常に珍しいが、巨大な個体はウミガメ、怪獣、人が捨てたゴミも食べる。北西大西洋では、餌の60%は、 甲骨魚で、起き続き夏ビラメが特に重要である。軟骨魚では、ガンギエイやその乱納が重要で、ヒラツメガニ属の一種オーバリップスオーケラータスもある、程度の割合を占める。南アフリカオーストラリアでも、やはり甲骨魚が主である。若菜は主にイワシやイカなどの小型遊泳魚を食べるが、2メートルを超えた個体は、植生の幅を大型甲骨魚や、 軟骨魚にも広げる。南アフリカ東部で毎冬起こるカリフォルニアマイワシのサーディンランは本種を引き寄せる。だが妊娠中、後のメスは素早く泳ぐ体力がないためか参加しない。ある研究では0.2%のサメが反動イルカを捕食していたことが報告された。他のメジロザメ類のように耐性であり、卵黄を使い切った胎児は卵黄の王を胎盤に転換する。 南アフリカでは繁殖期はないが、北西大西洋では春である。メスは卵殻を分泌する放卵腺に、おそらく複数のオスからの生死を蓄えることができる。これは本種が高度に回遊性であるため、適当な異性に出会う機会が少ないためだと考えられる。妊娠期間は22から24ヶ月、次の妊娠までは1年だと予測され。 およそ3年ごとに繁殖すると考えられる。産子数は3から16だが、普通6から12、メスのサイズに影響されない。西大西洋の個体の産子数は、平均8で、南東大西洋の個体より少し少ない。出産も地域によって異なり、北西大西洋では、番島から夏にかけて、西オーストラリアでは、 夏から秋にかけて、アフリカ南部では一年中だが秋に、ピークが見られる。メスは、死魚が餌を得られ、捕食者から保護される浅いキコで出産し、すぐにその場を離れる。このような生育場は、クワズール・ナタール、南西オーストラリア、バハカリフォルニア、ニュージャージーからノースカロライナなどに見られる。出生時は0.7から1.0メートル、母体の大きさ。 産子数に影響される。メスは環境に応じて出産時期を変えることができる。さらに、死魚体重の1、5に達する肝臓が母体からの栄養を蓄えているため、狩りを覚えるまではその栄養で生きていくことができる。最も成長の遅いサメの一つで、かなりの年齢、全長でないと、生成熟しない。様々な研究から、地域や性別が違っても、 成長率はあまり変化しないことが分かった。最初の5年の成長率は8から11センチメートル。年、寿命はおそらく40から50年かそれ以上。ギルバート諸島の先住民が本種の歯で製作した武器。大型のため潜在的に危険だと考えられているが、水中で人に対してどう振る舞うかは分かっていない。 2009年の国際サメ被害目録は6件の船、人に対する攻撃を記録しており、3件は、非挑発事例、1件は、死亡例である。だが、バミューダ沖や、近隣の島での記録は、おそらく、ガラパゴスザメによるものである。南アフリカやオーストラリアのサメ防御網に生態が、絡む事故が起こっており、 クワズール・ナタールでは1978の1999年の間に年平均256匹が絡まった。若い個体は水族館にも馴染みやすい。経済価値は高い。ヒレが大きく、副車軟骨の数も多いため、フカヒレとして人気が高い。肉は生、冷凍、干物、塩漬け、燻製、皮膚は革製品。 肝臓は肝油に加工されて取引される。北米東部、南西オーストラリア、東部、南アフリカなどで、ハエ縄や刺し網を用いて捕獲される。南西オーストラリアでは1940の1970年代の間に、毎年500から600トンが水揚げされた。この漁業では底刺し網を用いて3歳以下のサメのみを狙い、全死魚の18から28%が、 最初の1年で捕獲される。人工動態モデルによると2メートルを超えたサメの死亡率は4%以下でこの漁業は持続可能であることが示された。マグロカジキハエナワ漁でも混獲される。南アフリカや東オーストラリアでは大量のワカナが有業者に釣り上げられている。IUCN は保全状況を世界的には気球種南西大西洋 オーストラリアでは、純絶滅器具としている。米国水産学会も、北米の個体群を気球種としている。繁殖力が非常に低いため乱獲の影響を、かなり受けやすい。北米東部の資源に対する乱獲が深刻で、2006年のアメリカ海洋漁業局の評価では、個体数は1970年代の15から20%に落ち込んだ。 1998年にはあらゆる漁獲が禁止されたが、本格には効果が薄く、2003年には禁止にもかかわらず遊業者によって2000匹が捕獲された。2005年、ノースカロライナでは遊業者に対処するため、釣り場の制限を行った。保護活動には PCR も用いられ、販売されるサメの遺伝子が禁止されている種と一致しないか検査が行われている。 ありがとうございます。